5番ユリア・シュベスチェンさん、ハンガリー。 Number 5 representing Hungary, ユリア・シュベスチェン。長野オリンピックは15位でした、ハンガリーのユリア・シュベスチェン。アランフェス協奏曲、今年はアメリカ大会に登場して6位です。ジャンプの高さが彼女の持ち味です。トリプルフリップ、お手本のようなジャンプです。綺麗でしたね。回転半もうまく決めました。ガッツポーズが出ました、ハンガリーのユリア・シュベスチェン。トリプルルッツ、ダブルトーループのコンビネーションジャンプ、佐藤さん、高かったですね。本当に素晴らしい、ね、え、あんな風に飛べると本当気持ちいいですよね。そうですか、こうジャンプで高さがあって回転が始まるまでまだ余裕があるくらいの高さでしたが、五十嵐さん、いかがでしたか。そうですね、ジャンプも素晴らしかったんですけれども、プログラムが始まって20秒間ですね、ジャンプの助走に入らないんですね。でそして最初のジャンプが、飛び終わった後に、はい、また15秒ぐらい間を空けてあるんです。なるほど、これは高いですね。高いですね。完全に3回転きれいに回って着氷してますね。164センチの体がひときわ大きく見えました。今度はダブルアクセルです。ですからジャンプを一つ失敗しても気持ちを立て直して次のジャンプに移るだけのゆとりがあるプログラムなんですね。それがガッツポーズに続いたんですね。ですから飛べれば今度はゆとりを持って次のジャンプに臨めるわけです。そういうプログラム構成上のうまさがあったと思います。本人も本当に満足げです、ユリア・シェベスチェン。シェベスチェンさんの得点、期待できそうです。5.4 から始まって全部が 5.2、 あ、日本のジャッジだけが 4.6 と、これはどういうジャッジでしょうね、五十嵐さん。そうですね、ちょっと厳しいですね。減点されたとするとですね、サーキュラーステップが要するに一周回ってないという微妙なとこじゃないかと思うんですけれども、サーキュラーステップは円を描くステップのことです。プレゼンテーションはどうでしょうね。プレゼンテーション、
プレゼンテーションは表現力です。 5.6 から始まって 5.0 から 5.6、 5人滑り終えて現在第3位、トップはアンジェラ・ニコディノ、その後タチアナ・マリニナ、そしてこのユリア・シベスチェンと続いて日本の高橋加奈子は第5位です。5-1 5-3 5-2 5-0 Thank you.